大学園コムグループプレゼンツあなたのあなたのあなたの夢は何ですかこんばんは花輪ですこの番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い,い,夢追い人を紹介します今日の夢追い人はこの方ですこんばんは漫画家でイラストレーターの小西桜ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、すごいですね漫画もそしてイラストもという はいねえ感じでございますけれどもですねなんであれですかこういったお仕事に憧れたんですかはい高校生の頃に好きになった漫画家さんが、うん、お話も面白くて絵も美しくて、うん、そんなお仕事に憧れましたなるほどえその方はなんていう方なんですかえー、黒羊という漫画を描かれている戸坊彩奈先生という漫画家さんですはい,はいじゃあそのえ喋りとかも やりたいなっていうのもあってあ、そうですねへーすごいですね確かにさくらちゃん、ね、なんかアイドルみたいなね本当 <laughs> にすごいねーかわいいし漫画も描けてイラストも描けるというそんな小西さくらちゃんですけど、えー、と出身はどちらですか大阪府八尾市出身です、うん、年齢とか聞いても大丈夫ですかはい23歳ですまだね若いですけども えー、これまでにこう手掛けた作品いろいろあると思うんですけども、はい、あれですか？媒体的にはどのような媒体になるんですか？実際に出版された本の表紙だったりとか、うん、おおすごい。あとは個人で活動していらっしゃる Vtuber の立達也などの本を手がけです、うんうん。へー、Vtuber にもなってんだ。はい。はえその発表してもいいんですか？だ、な何ちゃんとかっていうのは。はあ 希望と書いてミキちゃん希です。はい。アイドル的な感じですかあゲームなどしています。ーゲームをやる VTuber のミキちゃんです。はいはい、希望と書いてミキちゃんですね、はいえー。え、表紙ってさっき言ってくれましたけど、え、何の表紙なんですかあ若さ生活さんから出版されている、ブルブルくんストーリーズという本の表紙と挿絵を。ブルブルくんストーリーズ。 それは何どういう経緯でその話くるんですかともともと若さ生活さんとご縁がありまして、うん、そこでイラストを描い,、うん、いてほしいというようなご依頼をいただきました、うん、すごいねーえー、今まではあれですかそ漫画家さんのアシスタントさんとかもやってたんですかそうですね今現在漫画家さんのもとでアシスタントをさせていただいてます、うん、だ先生はどなたとか言っても大丈夫なの 大庭外先生の「えー、引きこもり令状は話のわかる成十版」という漫画のアシスタントを結構アシスタントはどうですか大変なんですかいつもは背景を結構担当させていただいて,いて、うん、じゃあもう非常にでもやってるやりがい感じますよね、はい、勉強になるし、はい、はい小学校の頃は何かなりたいものとか何かあったんですか夢は はい、えっと、特にこれといった夢っていうのはなかったんですけども、うん、当時そうですねゲームが好きで、うん、強って言うならばゲームの関係というのは少しあごかれていました。うん、ああそっかえ、イラストはその頃まだ描いてなかったイラストは小学生の頃から少しだけ描いていました,もたえもう絶対にイラストレーターになってやるぞって決めたのは何歳の時ですか 中学校二年生の頃です。あ、うん、中二でその発想があるんだ。はい。すごいね。え、それは何そのお父さんお母さんはなんて言ってくれました。もその頃から伝えてたんですか、お父さん,さん。そうですね、伝えてました。えーえー、そしたらどんな反応でした。と、やっぱりイラストで食べていくのは難しいっていうので反対されてしまって、はい、ちょっと説得するのは大変でした。えー、どう説得したの。はい 高校三年間でこれだけの成績を保ったら専門学校に行っていいよっていう条件を、うんうん、ああなるほど <laughs>、はい、それはもう勉強でってことですかそうですねあちゃんとじゃ勉強したら、はい、するんだったらいいよということではいだか頑張ったんですか勉強も、ね、頑張りましたあさあ、えー、そんな小西さんが漫画家ねイラストレーターを目指すために学んだ学校とコースを教えてくださいはい。 OCA 大阪デザイン &IT 専門学校コミックイラスト専攻です。はい、聞くところによりますと、いろんな専門学校を調べた、はい、そうですけども、はい、そうですかやっぱ。はい、調べました。その中でやはりこの学校がねいいなと思った最大の理由を教えてほしいんですけど。学生の作品をとても大切にしてくれると感じたからです。うんうん、ああ、そう。はい、それは何具体的にどういう時に感じたんですか。 飾り方などがとても丁寧でうん、うん、その来た学生に見せてくれるっていうのがとて、うん、もちょっと響きました。そうだよね。はい、嬉しいですね。それはね。はい、はい。実際入学してみてどんな授業を受けましたか？背景の授業だったり、キャラクターのデッサンだったり、カラーイラストなど基本から、うん、え基礎から応用まで いっぱい勉強しました。うん、そっか,か、そっか。自分でこう。中学校の時から書いててもやっぱわかんないこともたくさんあったりとかして、すごい勉強になることばっかりでした。はい、すごく勉強になりました。さあ、そんないろんな授業受けたと思いますけど、今役立ってることというと何かあります。漫画のアシスタントの時に背景を任せていただくことが多くて、それで背景の授業は受けていて良かったなと思いました、ね。背景っていうのは写真をこう。 漫画っぽくファッてできたりするじゃないですか、はい、そういうの使ったりするんですか<あ>そ,うそういうのを使う時もありますし、うん、3D から抽出することもあります、ねうんうん、3D から抽出はい。そんなこともで,できるのはい。今の技術ではすごいですね三角 <laughs>、はいえー、連携プロジェクトという、えー、プロジェクトで選出されたことがあると聞きましたけどははい。はい。こちらは何でしょうか 中林株式会社様のオリジナルカレンダーの課題のテーマは「17歳」というテーマで、はい、12月のイラストを担当させていただいて、うん、そちらが。ああこれ今お手元にありますね。うん、えー、どちらでしょうかこちらのイラストになります。 結構これどのぐらいの期間かかるもんなんですか、これ書くの。そうですね、そちらの一枚は、えっとラフから合わせると。だいたい五、六時間ぐらい。でした。六時間でかけちゃうの、これ。そうですね。すごくない。六時間でこんなかけちゃうんだ。<laughs> すごいですね。ええー、まあ大事に。している、大切にしている世界観とかなんかあるんですか。はい、イラストを見た時に、明るいだけではなくて。 何かちょっと抱えてそうだなみたいな<ー>ちょっと深い感じの雰囲気を大切にしています。なるほど確かにその先に何か物語があるようなというね、はいえー、確かにそう思,う思ってきたのこれ見てたら。<laughs> あはい、さあそんな、えー、小西さん漫画も描けるイラストレーターとして、ね、活躍してますけども、えー、同じように漫画家やイラストレーター目指してる人本当にたくさんいます。 でそんな後輩の皆様へアドバイスがあればお願いいたします。はい。学生時代の時間を大切にしてほしいなと思っています。うんうん、卒業して就職をしてし、ま、した時に、うん、自分の時間っていうのが少なくなってしまうことがありますので、うんえー、夢に全力をかけれる学生の時間はとても貴重だと思います。素晴らしい。 アドバイスね本当そこですよねはい確かに働き始めちゃうともうねそのアシスタントだったらアシスタント仕事でもう手一杯になっちゃうってやっぱありますよねはいあります今のそうか時間がある時にやりたいことをやって努力するって大事ですねはいはいありがとうございますさあそんな小西さんこれからのもっと大きな夢があるのでしょうか小西桜さ,さんあなたの夢は何ですか。 誰かに刺さるような、綺麗なイラストを描ける漫画家になることです。いや、もうすでに夢かなってると思いますけどね。本当 <laughs> にね、はい、笑顔も素晴らしいしさくらちゃんは。ありがとうございます。なんか、いろんなところで活躍できそうですね。もう、イラスト漫画だけじゃなくてもね。はい。何かあるんですか、そういう、出役にこう、回る的なのも嫌なのアイドル的な感じでさ。あと、興味は、昔から。 ありました <laughs> 漫画家アイドル漫画アイドルいいじゃないですか <laughs> ちょっと押し活しちゃおうかな <laughs>、ね、ぜひお願いします <laughs> ありがとうございます今日の夢追い人は漫画も描けるイラストレーター小西さくらちゃんでしたありがとうございましたありがとうございました